はい、皆さんこんにちは。今日は富岡学院名古屋2018へ行ってきました。入場記念富岡は TDM ウォータードライブと伊豆ズボンネットバスだね。はい、富岡博ではいつもおなじみの巨大ジオラマだね。で、2歳の福ちゃんはいつもこの建設車両ばっかり見てます。あ、これが12月発売のロングトミカだね。トミカ整備工場はタイヤのナットを締めるアクションだね。以前はガソリンスタンドだったかな。前回のトミカ博院横浜にあったカラクリスライダーっていうのも今回もあったね。こんな感じで必死にハンドルを回してます。楽しそうだね。いつも子供たちに大人気のコーナーだね。で、トミカバリエーションっていうコーナーにはこんなのがあったね。恐竜運搬車のかな。UFO を運搬するようなやつもあったね。で、マーベルのコーナーは通常品で発売されているトミカが展示されてたね。ディズニーモータースのコーナーはジオラマが展示されてたね。宝箱の中は自転車です。で、ちょっと不思議なジャングルなのかな。キラキラした中にディズニーモータース、かわいいね。ディズニーモータースの街っていうのもあったね。で、ドライブヘッドだね。これもジオラマで展示されてました。で、ショッピングゾーンはイベントモデルの販売がされてたね。で、前回のトミカ博院横浜で発売されたイベントモデルのラフェラーリも今回販売されたね。あとはスープラとアンパンマンモデルも同時に発売されてました。で、ちょっと見逃しそうになったけど RX7 の広島東洋カープっていうのもあったね。トミカ博の初日で平日っていうこともあってアトラクションコーナーは比較的空いてました。長くても待ち時間は30分前後かな。で、アトラクションゾーンの景品ラインナップはこんな感じです。この金ピカ欲しいよね。で、トミカ博で毎回チャレンジするのがトミカ釣りだね。今回もやってみます。大人から見たらちょっと釣りにくそうなトミカがたくさんだったけど、子供たちは上手に釣ってるね。で、5歳のてるちゃんが釣れたのは4台だね。で、2歳のふぐちゃんは3台でした。で、待ち時間のちょっと短かったトミカルーレットをやってみます。
2人とも残念賞で景品はスバルフォレスターの黄色でした。で、2人仲良く乗れるトミカに乗ることにしました。乗ってよ、ふくちゃん、こっち、ふぅ、エル、こっち、で、今回はアトラクションとか展示コーナーでたくさん遊べて楽しかったね。おそらく土日とかはすごく混み合うと思うけど、いつも閉館時間が近づいてくるとすごく空いてくるよね。アトラクションはその時がチャンスかと思います。はい、こんな感じでトミカ福音名古屋2018は特に目新しいものはなかったけど、子供たちは大満足だったね。で、今回はイベントモデルのラフェラーリも変えて大人としても満足だったね。で、いつも最後は疲れておんぶだね。ふくちゃんおんぶされてるの。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。